こんにちは、ファントムシグナルセクターアルドランの 12.3 を次にやっていきたいと思います。リサーチポイントがあったんで、このエネルギーエリアといって、まあエネルギーを供給するエリアを作るという、アビリティをリサーチします。それで、12.3 は、船は、軌道上に地球型の研究所を見つけたと。で、その研究所はこちらに向かってきている。しかし、その場所に船が着いた時、その研究所はすでに、廃棄されていて、敵が出てくるのが見えたと。つまり、まあ、研究所はあったんだけども、敵の住処になっていたっていうことですね。それではやっていきたいと思います。ちょっとタイムして、ちょっとミッションを、エネミーウェーブを3ウェーブ、生き残れというミッションですね。で、これが研究所かな、廃棄された。まだなんか光がついてるように見えるんだが、それでまあ3ウェーブ生き残れっていうミッションか。うわ、これ2000万だ、このアステロイド。まあいつも通りだよね、アステロイドからエネルギーを素早く集めて、まあ防御陣形を築いて、まあやっていきましょう。あ、まず1500もあるから、これアップグレードして、もう一回アップグレードして、リレーをこの辺に作って、マイナーをとりあえず作っとくか。これ3つ取れないかな。あ、3つ取れんじゃん。で、これはアップグレードして、で、あと20秒か。下から来るって、下から来るだと、そしたらこの、レーザーを作って、リレーポイントもちょっと作って、マイナーもちょっと作っとかないとな。あ、もうちょっと下に来ればよかったかな。ジェネレーターもう一個いるな。ん？プルか。どんな敵が来るんだ？うわ、いきなりでっかいやつだ。いきなりまずいやつ来た。後ろ側にちょっとミサイルタレットを作って。いきなりまずいやつ来たな。いきなりまずいやつが来るわ。それで、うーわー、2つも来る。ちょっと片っぽ遅らせないとダメだな。遅らせて、で、ミサイルをもっと作んないと。一番右のリレーは、リレーポイント。後ろに持ってった方がいいか。左から来ないんだったら、後ろの方に、あ、ミサイルをもっと作んないと。ちょっとリレーポイントをこっちの方に。あー、もうやってる
まずいな、これ。ああ、こっちの。こっちを襲ってくるとは。ヒーリングしないと。遅らせて。ミサイルタレットをもう一個作って。いけるか。よし。ヒーリングして。うわー、この弱点を、まあ当然狙ってくるよな。前面に出てる弱いところだもん。当たり前で、当たり前だよ。こんな弱いとこに、弱点をさらけ出してたら狙ってくるわ。うわー、まずいまずい。やられる。売る。死ぬから売る。うわー。リサイクルポイント。マイナーでここを掘ると。あー、あと次30秒後か。よし、そんでここにも、こっちにもマイナーを作って。今度もまた下から来るのか。じゃあ下だけ備えてればいいかな。ここは200か。一応取っとくかな。お得だし。よし。で、あ、ここはもう取ってないんだな。ここまだこんなにいっぱいミネラルあるのに全然取ってないよ。あ、ここはもういらないな。ここは100か。どんなやつが来るんだ？うーわー。空母が来た。とりあえずミサイル。とりあえずもう一個ミサイルを作って、こいつは EMP にするか。EMP アップグレード。EMP アップグレードを一つして、で、もう一個ミサイルを作って。もう一個ミサイルを作ろう。これでどうだ？下から来るのが空母とこいつだから、迎撃用のレーザー、迎撃用のレーザーの外から攻撃してくるはず。まあ、でも、一個はちょっとアップグレードしとこう。それで、うん、取れてるな。あ、ここアップグレードしとこう。アップグレードして、ここはいいか。ここは取った。アップグレードしとこう。よし、来たー。ミサイル撃てー。ダメだ、まだ範囲、まだギリギリ範囲内に入った。うおー。あ、そうだ、片っぽ遅らせよ。遅らせ、あ、片っぽじゃなかった。両方遅らせられる。あ、でもミサイルも遅くなってる、こっちの。よし、EMP ミサイルいいよ。よし、もっとミサイル作るぞ。ミサイルタレットをもっと。うわー、まずいな、これ。ディレイポイントが破壊されてしまった。リレー。あれ、これくっつかないのかな。いや、くっつくよな。あー、これ敵のミサイルが、あれ、これ新しいやつじゃない？これ新しい敵じゃないか、これ。あー、またリレーポイントやられた。なんてこった。この辺にもレーザー撃っとかないとダメだな。いや、レーザーよりもイオンガンにした方がいいか。でもイオンガン作るとな。
イオンガン作るとこのエナジーストアもいっぱい作んなきゃいけないからな。あ、これって何？こっから寄ってこないの？すごい遠くからミサイル撃ってきてんだこいつ。じゃあどうやってこっちのミサイルの射程の範囲に入るか。もう一回アップグレードしないとダメじゃん。ミサイル最大アップグレードしないと攻撃範囲に入らない。こいつでしか攻撃できない。うわー、これは一発で死ぬわけないよな。あー、結構ダメージは受けてるなーっていうことは、これをリサイクルして、これはまだあるな。ってことはいくつか最大にアップグレードしなきゃダメってことだな。あ、これエクスプロシブミサイル、これエクスプロシブに直して、で最大アップグレードいくつか作んないと。あー、でもだいぶ減っているか。あー、だいぶそんなに耐久力はないなこいつ。これで倒せるだろう。よっしゃ、ロングアームス。まあ最大限の射程ミサイルだとこんなだもんな。で、次が最後のウェーブ。30か。まあ、この辺もいらないから売るんだが、これもいらないけど、一番右のちょっと取りに行っとくか。あれ？これダメなんかい？これダメなんかい？ここちょっと無謀にも取りに行く。あ、もう来てるじゃん。え、ちょっと早くない？ワープしてきたのこいつ。あ、ワープしてきてる今一瞬で、あ、デフォルトですか。これはまずいな。1個 EMP ミサイルにしよう。それでちょっと遅らせよう。あ、空間に、遅らせる空間に取り込むぞ。これはアップグレードして、あ、これじゃないこれじゃない、ミサイルタレットを作って、あ、リレーポイントが、まあリレーポイントこうやっておとり、おとりとして使えるあ、もう一匹来た。これ何、こうやってワープしてきたってことか。あ、このあ、リレーポイントおとりとして使える、デコイとして使えるあ、攻撃されてしまった。これは攻撃される瞬間にリサイクルしよう。で、倒してるよね。あ、これも、あ、これはまあいいか。よし、遅らせよう。こいつ、呼気は出してこないのかな？ワープ機能と引き換えに呼気を出す能力を失ったとか。いや、もうこれで倒せるだろう。おっしゃー。いやー、もう慣れたもんですね。いやー、結構このゲームにもかなり慣れてきた感じがします。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。